ニコライ・ドミトリエビッチ・ゴリチン公爵は、ロシア帝国の政治家。ロシア帝国最後の首相。ロシア有数の名門貴族ゴリチン公爵家の一門で、ある。1850年に、モスクワ県、モジャイスキー郡で生まれ、ドロゴブズスキー地区で幼少期を過ごした。1871年に、チャールス・コエセロー・リツイを卒業して、内務省に入省し、ポーランド領に赴任した。 その後は、アルハンゲリスク副知事、内務省経済部副部長、アルハンゲリスク知事、カルーガ知事、トベリ知事を歴任した。1903年に、ロシア帝国国家評議会議員に任命されるが、高齢のため会議中に頻繁に居眠りをすることがあったという。1907年から1908年にかけて、発生した基金に際しては、赤十字前券として、 被害を受けた地域の救済のために奔走した。1915年からは第一次世界大戦で捕虜となったロシア兵を支援する委員会の委員長に就任した。また、アレクサンドラ皇后のチャリティー委員会の副委員長の一人でもあった。ゴリチン公爵1917年1月7日に首相アレクサンドル・トレポフはアレクサンドラや グリゴリーラスプーチンが支持するアレクサンドル・プロトポポフの内務大臣属党をめぐり対立し解任され、1月9日に、ゴリツィンが公認の首相に任命された。ゴリツィンは準備不足を理由に誇示したが、ニコライセ世に拒否されている。ゴリツィンは首相就任後、ニコライセ世の意向に反して、教育大臣、パーベル・イグナチフ、軍事大臣、 ドミトリー終売風を罷免した。3月8日に2月革命が発生するが、ゴリツンは暴動を抑えることができずにいた。ペトログラードではゴリツン内閣の求心力は失われ、ドゥーマとペトログラードソビエトが権力を掌握していた。ニコライ2世は、ロシア軍に暴動の鎮圧を命令するが、これに反して、ロシア軍の一部から暴動側に願える部隊が現れた。これに対し、 ドゥーマ議長、ミハイル・ロジャンコは五立院内閣に代わる、新内閣の発足を求めるが、ニコライ二世はこれを拒否して、ドゥーマを解散させたが、ロジャンコは解散を拒否してロシア国会臨時委員会を樹立した。三月十一日に五立院は、マリーンスキー宮殿で閣議を開き内閣総辞職を決定し、ニコライ二これを受け、ロジャンコは五立院内閣の閣僚や政府交換の、 逮捕を指示した。逮捕された、ゴリチンは、翌12日に、ペトルパブロフスク要塞に収監され尋問を受けた。3月16日には、臨時委員会に代わり、ゲオルギー・リボフを首相とするロシア臨時政府が、樹立された。10月革命後に釈放された、ゴリチンはロシアに泊まり、靴の修理と菜園の維持管理で生計を立てた。しかし、 オーゲーペーウーからは危険人物として監視され続け、1920年から1924年の間に反革命の容疑で二度逮捕されている。1925年2月25日に三度目の逮捕を受け、反革命運動を組織したという理由により7月2日にレニングラードで処刑された。2004年に名誉回復されている。1881年4月7日に、 エフゲイニア・アンドレー・エーブナホン・グリュンベルクと結婚し、6人の子供を設けた。妻子は革命後にフランスに亡命している。ありがとうございます。